マルコム・リレーニーは、アメリカ合衆国、メリーランド州ボルティモア出身のバスケットボール選手。NBA のアトランタホークスに所属している。ポジションは、ポイントガード。バージニア工科大学のスター選手として活躍し、2年生の2008から09シーズンに、平均18、1得点、翌2009から10シーズンは22得点を記録し、2010年の、 NBA ドラフトにエントリーする予定だったが回避。最終学年の2010から11シーズンも18、2得点を記録したディレイニーだったが、2011年の NBA ドラフトでは指名外に終わり、ヨーロッパの地でプロキャリアを開始することになった。2011から12シーズンはフランスのエランシャロンでプレーし、リーグ優勝を経験。 2012から13シーズンはウクライナでプレーし、ユーロカップにも出場した。2013から14シーズンは、ドイツの強豪バイエルミュンヘンでプレーし、リーグ優勝を経験。さらにリーグ MVP、ファイナル MVP にも選出された。2014年から2年間は、ロシアのロコモティ副版でプレー2015から16シーズンは、ユーロリーグでも活躍し、 ファーストチームに選出された。2016年7月15日、アトランタホークスと契約し、念願の NBA 入り。2016から17シーズン開幕戦の10月27日のワシントンウィザーズ戦で、念願の NBA 初出場を果たした。ありがとうございます。